開日は、単陰太陽暦の歴法である、中国暦、和暦の毎月の最終日のことである。具体的には、正の月では二十九日、大の月では三十日となる。翌月の昨日の前日となる。月正を表す現、望む、つごもり、一日に由来するもので、一日が月が現れることを意味するのに対し、つごもりは月が隠れることを意味する。三十日に、 溝下のあて字や訓読みをするようになったゆえんは、満月の中旬以降、月が徐々に見えなくなっていくことにある。また、つごもりのつごもりは、月ごもりが転じ、つごもりは、月小の意味とされる。溝下は、本来、30日の古い表現だが、実際の日付に関わらず月の最終日を指す。溝下が29日を指す月には30日は、存在しないので、混乱が起こることはない。 現在でも30日と表記し溝かと呼ぶことが多い。30日そば関西では、も森そば30日払いなど、1年で最後の溝か、つまり、最後の日を、大溝かという。これは通常は12月開日、ウルるう年でしかも純月がウるう12月の時は、ウるう12月開日である。現在では、グレゴリオ歴の12月31日を指す。対して、 大晦日の前日を紹介日という。これは旧暦の12月29日、現在のグレゴリオ暦では12月30日を指す。ありがとうございます。